はい、どうも、現場今日です。さあ、僕は今現在、オフ期で体重を増やして体をでかくする100キロ企画っていうのをやってるんですけど、そしてね、もともと僕は大胸筋が弱点なんですけど、今回のオフ期でかなりね、大胸筋のサイズがアップして、大胸筋を改善できたんですね。なので今回は、大胸筋がでかくなってガチ筋トレ、これを、まあ、紹介していきたいと思います。それでは、実際トレーニング始めていきましょう。しょLet's go. はい、まず第1種目目はディップスですね。この大胸筋の下の方、下部を鍛えていきます。そうすることで腹筋と大胸筋の境目をくっきりと出して、大胸筋がよりでかく見える、くっきりと見えるという感じですね。まあ、やり方としては結構簡単で、しっかり背中を押して胸を張って、足を後ろで組んでやや前傾して、そこから深く肘を開きながら下ろしていくという感じですね。これを、まあ、まずは重りをつけて10回かける4セットほどやっていきます。はい、次はですね、大胸筋上部を鍛えるインクラインのバーベルベンチプレスです。この大胸筋上部がしっかりと発達することによって、大胸筋の丸み、立体感がついて、よりかっこいい胸になります。ちなみにですね、僕は、まあ、これを行う際は、まあ、ベンチプレスを最近習ったので、それを意識して胸の張りをなるべく高くして行うようにしています。でもそれだと結構大胸筋のチューブ下部にも効いてしまうので、下ろす位置を、まあ、鎖骨ぐらいにちょっと高めにして行うことで、大胸筋上部の可動を高めるようにしています。はい、次はですね、大胸筋中部下部を鍛える通常のバーベルベンチプレスをやっていきます。まあ、これは、ね、今ちょっとベンチプレス僕練習中で、もうちょっと練習も兼ねて、まあ、重量を少しずつ上げて、最後に少し落として、まあ、ドロップセットという形で行っていくという感じですね。まあ、今日は120キロぐらいまで上がればいいのかな。結構もう今現在追い込んでる状態なんですね。うん、それでは実際やっていきたいと思います。120キロ、次は120。この結構極限に追い込んだ状態で120キロ上がったらね、2発以上かな、上がったらめっちゃいい。OK! 悪くない。はい。今ね、プレス系を連続してやってきたんで、今度は大胸筋中部下部を狙ったフライ。大胸筋を引き伸ばすトレーニングですね。これで大胸筋の厚みを出していきたいと思います。ちなみにダンベルは肩の真横に下ろすんじゃなくて、肩のやや下に下ろした方が大胸筋をよりストレッチしやすいですね。基本的に大胸筋っていうのは、この鎖骨の内側半分から上腕骨、腕の付け根についてるんですね。この形でやるのが怪我しにくいです。はい、最後の種目、これはね、もう追い込みです。自重でディップスを、まあ、10から15回できなくなるまでやったら、すぐにケーブルのフライ、まあ、大胸筋の上部を狙った下から上に引っ張るものですね。上でギュッと小指同士を近づけて大胸筋を収縮させてあげるというものです。
これを4セットね、連続でやっていくわけです。あ、ちなみにね、ディップスできなかったら、この後ろにベンチ台を置いて、足で補助して上がるというね、究極の追い込みです。じゃあ行きましょうか。せーの。大胸筋のトレーニングを行ってきました。このルーティンが結構、ね、僕としては発達しましたね。ディップスから行うという結構変則的なルーティンなんですけど、その分ね、新たな刺激を胸に与えやすいので結構おすすめなんで、ぜひ皆さん試してみてください。ということで本日はここで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね、以上です。